どうも皆さんこんにちは。簡単ウクレレ教室ガズレレのガズでございます。本日もこのちっちゃくて薄い G ラボの薄レレウクレレガズモデル、現在予約受付中を使いまして、いろいろな曲に挑戦していきましょう。さあ皆さん音楽を始めましょう。今回のテーマソングは今めちゃ話題になっているこちらの曲いきます。ドーン、未来地図夜の人笑い。こちらはですね、カップルインフルエンサーの夜の人笑いと、ハニーワークスさんのコラボ曲ということで今話題騒然らしいです。はい、この曲全開で歌っていきましょう。これハニーワークスさんならではのこの言葉のね、音階、あのメロディーと言葉のこう詰まってる感じ、これはねなかなか簡単ではないんですけど、これもうね、あの取り組んだらもう夢中になっちゃうやつなんで、全開でやっていきますよ。はい、いつものように2バージョン。最初のバージョンは初心者様なんで、なるべく簡単にできるようにしているガズレレ流超シンプル簡単バージョン、ゆっくりやります。後半はですね、もう悶絶レベルです。もう16ビートの跳ねたシャッフルのリズムで、この言葉がバーッと泳ぐ中、メロディーもすごいですよ。大盛りな感じでやってみようと思います。2バージョン、最後までご覧になってください。さあ皆さん音楽始めましょう。音楽ってね、聞くのもいいけど、やる方がもっと最高。ご覧いただいているガズレレ YouTube チャンネルではですね、今まで音楽私やってみたいなと思ったけど、チャンスがなかなかなかったんだよなという方とか、楽器に挑戦したことあるんだけど難しくても挫折しましたみたいな方が、あっという間にこのちっちゃいウクレレを弾いて歌う弾き語りができるプログラムがございます。このプログラムを見てるだけでもうどんどんできるよ、もう簡単ですごい面白いってことで今話題になってまして、今も全世界中の方がガズレレ YouTube で何十万人も音楽を始めてくださってます。皆さんもすぐできるからどんどんやっていきましょう。もうちょっとしたらこのプログラムのリンクをここら辺に貼り付けます。この辺に行ってジャンプしてもらって、上から順番に YouTube 動画見ながらウクレレ触ってるだけでどんな方もあっという間ですからね。 YouTube だから無料でできるようになりますよ。皆さん音楽始めていきましょう。じゃあこのプログラムここに貼り付けます。いってらっしゃい。ここいってらっしゃい。そこには今までガズが取りためてきたこの世の中にあるありとあらゆる音楽ジャンルの曲が、このちっちゃいウクレレ一本でめちゃ簡単に弾けるようにしているレッスン動画と課題曲、すでに1700曲以上もうアップロードしております。もう今日みたいなね、もうボカロ曲とかもう最新 J-POP をたっぷり取り上げてます。これからどんどん音楽を聴くからやるに変えていきましょう。さあそれではやってまいりましょう。未来地図ガズレレ流シンプル簡単バージョン、超ゆっくりとやってみます。1 2 1 2。愛してる、聞こえてる、君の番、愛してる、風の日も雨の日も、ああずっとそばに、愛してる、聞こえてる、君の番、愛してる、やめる日も救いやかな日も一笑いしましょう。この先何十年繋がっていく未来地図、年を取っても仕
ト笑いの未来地図、ガズレレ流シンプル簡単バージョンゆっくりとやってみました。もうこれハニーワークスさんの曲ということですから、もう皆さんもう言葉が詰まっていて、メロディーラインもこう急降下、このねすごい高低差なんです。この歌はねもう本当にあの簡単ではないですけど、でまあその分夢中にちょっと練習してやってみてください。今聴いていただいて分かったと思うんですけど、ガズレレオリジナルショートカットアレンジバージョンにさせていただいておりまして、2番の部分を主に、ショートカットさせていただいております。ちょっとこの簡単バージョンでまず慣れていただいて、ちょっと慣れてきたらこれね、コード進行は1番と全く2番一緒ですんで、こう書き加えてオリジナルの楽譜を作ってちょっと練習してみてください。でもひとまずはですね、今のガズレレシンプル簡単バージョン、動画で歌詞とコード出てますから一緒に練習していただいて、1個目のゴール設定としては、簡単バージョンのガズさんと一緒に同時に演奏でセッションできるようになったら1個目のゴール達成でいいと思うんですけど、さっきも言ったけどこれ歌がめちゃくちゃね、あの奥が深いところにありますんで、なかなかこれねもう聞き込んで何回も練習してやっていきましょう。練習してて一緒にガズレレの簡単バージョンと一緒にセッションできたという方おめでとうございます。1個目のゴール達成でございます。次のステップどんどん行きましょう。次のステップは何かというと、今度はガズレレ YouTube を一切見ずに、皆さん一人だけで歌って弾いてリズムを生み出して音楽を生み出す、これをやっていただきたいなと思うんですけど、これやっぱり歌詞と、コード全部は丸暗記っていうのはなかなか最初難しいと思うんで、最初は楽譜的なものを見て、それを見ながら何回も練習していずれ自分の中に落とし込んでいって、あともうちょっと覚えちゃって大空に向かって歌うとかやってほしいなと思うんですけど、まずは楽譜練習がいいと思います。でも楽譜ってどこにあるんでしょうということになると思うんですけど、安心してください。はい、今はですねガズが今の手書きで書いたこのノートを見ながら今やっていったんです。見てください、この言葉がもうめちゃめちゃ詰まってますからね。しかも今日2枚にわたっております。はい、これもうちょっとしたらこんな風に画面にでっかく写して、皆さんにシェアしようと思うんですけど、今めちゃくちゃ便利なサービスがあります。これです、ガズクラブ。このガズクラブって一体何かというと、毎月660円のクラブ活動費を頂戴しまして、今日の未来地図を含むガズが手書きで書きまくってきても膨大なノートストックのデータがあるんです。どーんともう山盛りですよ。この中から皆さんがわー面白そう、この曲やってみたい、この曲やってみたかったんだよなという曲を毎月5曲お選びいただいて、お手元にダウンロードしていただいて、すぐにレッスンに入っていける、練習に入っていけるよという画期的なサービスなんです。そしてこのガズクラブはですね、楽譜のダウンロード以外にも毎月2回、全世界中の方が参加してくださってくれるものすごい盛り上がるオンライン大セッションイベント、毎月2回ですよ、オンラインクラブメンバー限定で開催していたりですね、皆さんの演奏動画アップロードできる場所があったりとか、なんかそのガズクラブだけのいろいろイベントが限定イベントがあったりとか、とにかくここは一個の村みたいな感じで音楽をいろんな形で楽しむの、いろんな老若男女集まって音楽をガズレレで楽しもうみたいな、そういうことになってます。これ楽譜のダウンロード以外にも一個のね村作りとして動いてますね。はい、これ概要欄にね詳細貼っておくんでチェックしてください。それとはちょっと別なんですけど、このガズレレ大学っていうのもやってます。このガズレレ大学はもう読んで字のごとく大学ですので、ちょっと難しいリズムのお勉強とか、このフレーズここがちょっと難しいとか、8ビートのこの16ビートのこの指使いだとか、ここのフレーズのこの指とかコードとか、そういうことをね、毎週2回のライブ配信でチャットでやり取りしながらリアルタイムで、講義を行っていくという YouTube メンバーシッププログラムという、YouTube のサービスを使っているコミュニティがあります。これもね、なかなかこれはね、面白いですよ。こっちの方もね、概要欄に入って、貼っておきます。あとはね、他にもいろいろやってるんですけど、毎朝7時半からラジオ放送をやってます。スタンド FM というね、アプリの中で、ガズラジというラジオ放送をやってます。これめちゃくちゃいい話してますから、ぜひ皆さんこれ、無料でね、いつでもどこでも聞けて、アーカイブも残ってますんで、ぜひガズラジもですね、チェックお願いします。こっちも概要欄に貼っておきます。それでは、楽譜を見ていきましょう。未来地図、夜の人笑い。丸1ですけど、2枚にわたってます。これ見てもらうと分かるんですけど、コードは結構簡単コードばっかりなんですけど、まあ言葉が詰まってますからね。あとね、侮れないのは、このね、愛してる、愛してる。まずこの歌い出しからですね、このメロディー難しいですよ。愛してる、この愛し、このね、音程のもうね、標高差すごいんですよ。そんなこととかメロディーとかしっかりこう聞き込んでちょっと練習していってください。で、これ、始まりのここなんですけど、いきなり歌から始まりますね。はい、こんな感じでございます。ここ伸ばすとか書いてあります。今こんな感じででっかく写しとくんで、皆さん、ノートとかに書き出して、自分のベースで練習していただくのもいいと思うし、今紹介させていただいたガズクラブで、このノート楽譜そのものをダウンロードしていただくのもすごくいいと思いますよ。ガズのノートの特徴はこの点。愛してる、聞こえてる、この点でリズムを測る。この点のところが分かるとリズム感が分かるというふうになっています。まずはじゃあイントロと A の1番移しておきます。これはなかなかね、まあ、一言で言っちゃうと難しい曲です。はい。歌がまず難しい。はい。こんな感じでじゃあここはどんどんいきますよ。はい。
ここちょっと見て、リフって書いてあるでしょ、これ。なんかこれ、後でちょっと解説するんですけど、これ繰り返しになって、1回目はこのリフっていうやつ、2回目がこれ後で、ね、かっこいいバージョンのアナウンスがここに書いてあるんで、じっくり解説していきます。ひとまずは今、メモっといてください。ここ、タタタタとか、かっこいいバージョンで綺麗が入ります。で、ここなんですけど、ちょっと見てもらいたいんですけど、このサビ1っていうところは、後でもう1回繰り返すんです。1回目に出てきたときはここ。2回目に出てきたときはここでいきます。はい。2回目出てきたらここからは2枚目に飛ぶっていうのを感じます。後でちょっと解説していきます。はい。で、ここ、サビの後、ブリッジパート。ここがもうね、もうめちゃくちゃ言葉見て、ぎゅうぎゅう詰めですよ。ここはね、伝えたい、支えたい、見ていたい、歌いたい、やまいて、もうめちゃめちゃ言葉の応酬になってます。はい。息継ぎも要注意って感じですね。で、ここが終わったらまたサビに戻るんですけど、で、ここサビ戻って、2回目サビはちょっとおとなしくなって弾いて、で、2回目のサビはこっちの丸2に行って、で、こっから、こっちに飛びます。はい、こっちにクルリンパとなります。はい、これが最後のラストのサビになります。コード進行してです。歌詞がちょっと変わってて。で、最後、こう、エンディングがこれついて、最後、ラララって感じでこう、止まって終わる。こんな感じが、今のガズレレアレンジでございました。はい、出てくるコード見ていきましょう。はい、強度はね、コードはね、入門コード5個なんですよ。これすごくないですか？言っていきます。C と Am と F と G7、E7。この5個だけでできちゃった。これは嬉しいやつ。はい。これはですね、一応ちょっと紹介させてください。入門コードで簡単コードだけですね。これです。はい。ガズレレ必須ごとのグループのメンバーでございます。このガズレレ必須ごとっていうのは一体何かというと、このちっちゃいグループで音楽始めたいなと思っている方に一番最初に覚えてもらいたい10個の入門コードのグループなんですよ。10個も覚えなきゃいけないのかと思うかもしれないけど、入門コードなんで、1個ずつ見たらどれも簡単。だけどね、10個いっぺんに頭に覚えようと思うとね、どれがどれだか分かんなくなっちゃってごちゃごちゃになるんです。そこで私が皆さんの頭にスイスイ覚えられちゃうめちゃくちゃいい動画で解説してます。ここにその動画のリンク貼っておきます。ぜひここ見ていただいて、10個のコード、いずれ覚えるのがいいと思います。今日はその中の5つですけどね。ここ見たら簡単に覚えられますので、ぜひコードも覚えちゃってください。はい、じゃあここからかっこいいバージョンの解説に入っていこうと思うんですけど、何回も言います。まずはこの4つ弾きでゆっくり、歌、しっかり掴み取ってください。これね、愛してる、まずこの出だしが難しい。愛してる、聞こえてる、君の声、愛してる、風の日も、雨の日も、ああ、このメロディーラインね、歌って聞くとね、気持ちがいいメロディーだなと思うけど、歌ってみたらわかります。これ、ハニーワックスさんならではのね、このね、雰囲気、このムード。で、あとこの言葉がもう結構こう、ぎゅうに詰まってるんで、リズム感、一個言葉を言い間違えたらもうリズム全部狂っちゃうよ、みたいなところありますかね。ちょっとラップとは違うけど、まあもう本当に今、令和の時代の J-POP というか、最先端のなんか感じがしますけど、これをね、こう取り組んで頭を覚える時間がなかなか楽しんで、じっくり歌分析するの。それを終わってからかっこいいバージョンのリズムに入っていくのがいいと思います。じゃあここからかっこいいバージョンの解説に入っていきましょう。かっこいいバージョンは出てくるコードは全く一緒なんですけど、この曲はですね、リズムがやっぱりね、強烈なんです。何が強烈かというと、この曲ね、シャッフルのリズム、めちゃくちゃ跳ねてる、ファンキーなリズムなんですよね。ドン、パンチ、ダスダス、パンチ、ポンチ、パンチ、パスパス。この跳ね感を出したいんですけど、これがまた難しい。で、今日出てくるリズム一応言っておくと、シャッフルのリズム、全部シャッフルのリズムですよという前提で、こちらになります。ドン。ガズペジオと16ビートのチャ。はい。なんですけど、まあ、これカッティングもね、一応書いとこう。カッティングも一応、出てきちゃう。この16ビートのチャに関しては、2つ。16ビートのチャの中でも2つあります。今回ちょっと特別な16ビートのチャっていうのがあるんで、それもちょっとおいおい、ここで解説しようと思いますけど、今映ってるこのリズムの解説、ここにリンク貼っています。このリンク先はウクレレでできるリズムのいろいろというガズレレホームページの1枚で、その中から、それぞれの今映ってるリズムの濃厚解説レッスン動画がすでにアップロードされておりますので、そこの動画で、やったことない方はじっくり練習していただければと思います。基本的にこの16ビートっていうのはめちゃくちゃ難しいんで、ウクレレ初心者の方は8ビートというリズムから、まずマスターしていってください。8ビート、16ビート、16ビート、あの、キャみたいな感じになっていくということでございます。じゃあちょっと曲の流れによって、流れで解説していきましょう。まずね、イントロなんですけど、ここガスペジオです。愛してる、聞こえてる、君の番、愛して、つまびく感じのこのガスペジオ。これはですね、弾くのはそんなに難しくはないんですけど、やっぱね、ノリを出すっていうのは難しいですね。この曲みたいに言葉のリズムがあるやつは、もう歌で結構リズムのこのファンキーさを出していくという感じでいいと思います。で、感想、ずっとそばにでリズムが入るんですけど、ここで、さっきも言ったんですけど、16ビートのチャ、今日、2つのパターンの16ビートのチャがあります。1個は、普通の16ビートのチャです。普通の16ビートは、まずこれ、A メロのところが普通の16ビートなんで、ちょっとやってみましょう。すれ違う金曜日。はい、ちょっとこんな感じです。ちょっと跳ねた16ビートのチャですからね。こっち普通です。ワン、ツー、スリー、フォー。すれ違う金曜日。一応聞かないと、土曜日。
じです。これ16ビットのチャなんですけど、ワンブロック2個入ってるんで、ドンとチャカタカ、ドンとチャカタカみたいな感じになります。で、今日のもう一個の16ビットのチャっていうのが、これがね、難しいリズムです。ちょっとね、C だけでやってみます。そうするとこうなります。ワン、ツー、スリー、ゴー。こんな感じです。カタカナでありますとこんな感じ。タートコタートコチャカタタートコタートコタートコチャカタタタートコタートコチャカタタートコタートコタートコチャカタタ、このチャはチャですよ。タタカタタチャカタタタタタタチャカタ。これファンキーな跳ねてるシャッフルのリズムですかね。で、さっきの話に戻るんですけど、イントロが終わった後のちょっと感想があります。ソーバーニーのところ、これをこんな風に、ワンブロックコードは2個入ってくるでしょ？ここのところで弾くとこうなります。ソーバー、リー、ラン、ダ、チャカ、バーバー、ジー、セブン、チャカ、バーバー、エフ、ダーラ、チャカ、バーバー。難しいでしょ、これ。もう一回 F と C を繰り返しましょう。F と C を繰り返す。せーの。ダン、エフ、チャカ、シー、シー、F、F、チャカ、シー、シー、F、F、チャカ、シー、シー。このタイミングです。それをコード変わっていくと、さっきのこの感想に戻ります。ソーバー、リー、そして A メロは普通の16ビートだからドンダヨンってなります。この、リズムの使い分けをしますからね。で B メロも普通の16ビートのチャでいきますね。で決めが入りますね。 B メロの一番最後からサビに行くとき、ほら B メロの後半から言葉にしてよ、ここ普通の16ビート、ここでダッタ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 、これは G7 でカッティング使ってダッ止められれば最高。カッティング難しい方はダー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 って止めてもらってもいいです。ダッ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 で、ここからサビにもう一回入るんですけど、愛してる聞こえてる、ここがですね、さっき出てきた、16ビートのチャのちょっと難しい方、愛してる聞こえてる君は愛してる、パパドンドンチャカパパダンダンチャカパ、このリズムがね、これを弾きながら歌うのも至難の技ですから、ね、これがでも、で、これをやらないとこの曲のムードって結構出なくって、普通の16ビートでやっちゃうと聞こえてる君の番愛してる風のこうなります。で今のかっこいい この曲ならではの16ビートをチャでやると、せーの、聞こえてる君の番愛してる風の気もあるよ、これはかっこいいでしょ。ダーンダーンズがチャッカダーンダーンズダーン、これをやりたいんです。これはちょっと難しいリズム、これが結構ほとんどメインで出てくるんですよね。で途中のブリッジのとこもここも同じリズムです。伝えたい支えたい見ていたい歌いたい甘えたいふざけたい一緒に笑顔見て泣きたい聞いてたら、こんな感じダーツダーツチャッカダーン、これがね今日難しい。ちょっと C で練習しよう。ワン、ツー、サン、はい、中でこのリズムですからね。でこれであの早口の歌を歌おうっていうんですか、なかなか脳みそがもうねぐるんぐるんしちゃうやつなんですけど、夢中になれますということでございますね。今日ちょっと普段と違う特殊なリズムが出てくるんで、そこが特徴なんですけど、まあ決めというのはね、さっきのダダダサビの前のダダダっていうところと、一番最後のエンディングの時にラララっていうところがあるんですけど、ラララ Am I なんで一番最後のエンディングで止まるぐらいなんです。あとはほんとシンプル&ストレート、あと構成によって一回1番ずっとやってブリッジパートやって2回目戻るサビ1のところでガスペジオに なったりとかするんですけど、その辺はちょっとテロップでご確認いただきたいと思うんですけど、今日はだからガスペジオと16ビートのチャその1、16ビートのチャその2のリズムの使い分けがあるぞということでございました。はい、曲全体としてはキレッキレ跳ね跳ねのシャッフルのリズムというところが、キーポイントで、あとはボーカルのメロディーとこの早口の言葉のタイミング、これ要注意でございます。はい、ぜひ皆さんこれじっくり聞き込んでね、ちょっとすごいガチャガチャ忙しくなっちゃいがちなんで、なるべくこう流れるようにできるように、やるのがいいと思うんですけど、はい、練習スタートしてみてください。それではやっていきましょう。未来地図ガズレレ流かっこいいバージョン、やってみる。ワン、ツー、ワン、ツー。愛してる聞こえてる君の番愛してる、クズの日も雨の日もああずっとそばに。
このリズムとこのまあ難しいですけれども、本当に脳トレ要素はすごく高いんで、まずパート分けしてこの前奏だけとかこの B メロだけ、まずそんな感じで練習して後でこうくっつけるパターンもいいんじゃないかなと思います。さあ皆さんご案内です。今も使っているこのガズのウクレレですけれども、ただいま大好評でガズのウクレレたちの予約注文と再販売が行われております。はい、今日も使用していたこのガズのね、ウスレレガズモデルを含む今こうダーッと出てますこの辺のモデルが今予約注文と再販売になってるんですけど、一番上にある初めてウクレレは再販売今スタート即時発送です。その下にずっと書いてあるやつはベトナムで本当にモジャ君職人が一歩一歩オールハンドメイドオール単板でもうめちゃくちゃいいウクレレ、めちゃくちゃいい音がします。はい、こちらの方が予約注文ということになります。ちょっと興味あるなと思った方、興味ない方も見てもらいたいんですけど、ここにリンク貼っておきますので、こちらでちょっと覗いてみてください。スマホとかタブレット持ってる方、これ入ってますか？ガズレレでリリースしているアプリがあるんです。ガズレシピというアプリ、これがめちゃくちゃ便利な、あの楽譜が見られるサイトなんですけど、すっごい見やすい楽譜で、簡単バージョンとかっこいいバージョン両方の表記があって、あとメトロノーム機能とか、あとね画面が自動スクロールしたりとか、すごく多機能な、アプリになってるんですよ。これにですね、新たな楽曲が40曲追加されましたよというお知らせでございます。今すぐにですね、皆さんスマホとかタブレットにこのガズレシピ、検索していただいて、インストールお願いいたします。これ楽しいアプリになってます。無料版ですけど、中でいろいろ有料の楽譜を変えたりすることになって無料版がありますんでね、ひとまずはダウンロードして インストールをお願いします。そしてこの、アプリで使用している楽譜がなんと本当の本にもなっております。リアルな本ですよ。これはガズレレが出版している本でございまして、さあのこの後紹介するリッドミュージックの本とはちょっと違うやつで、こっちはかっこいいバージョンのね、さっきも言ったけどこのガズレシピっていうのは簡単版とかっこいいバージョンの両方の表記があるというところがちょっと特徴的でございます。これはですね、もう大絶賛 Amazon でご購入いただけるような状態になってってますので、ちょっとアマゾン内でガズレシピと検索してみてください。そしてガズレレではですね、日本の最大の楽譜出版会社リッドミュージック社さんよりこういうね、楽譜、簡単楽譜の、出版をしております。今4冊出てるんですけど、これがものすごいベストセラーになってまして、ありがとうございます。この4冊で累計16万部を超える、すごくヒット商品になってるんですけど、やっぱり、ね、簡単でとにかくわかりやすいっていうのが特徴です。この本はですね、もう大型書店さんとか楽器店さん、もちろんインターネット書店さん、Amazon とか楽天ブックスさんとかも、もう置いてあります。これは本当におすすめですね。初心者さんはまずはこれを、ゲットして練習していただくのがいいと思います。その他にガズレレではいろんなグッズもリリースしてます。このストラップとかキャップはハニーさんのハンドメイドだったり、これについてる水引きなんですけど、これ私の両親が水引き歴も50年以上の大ベテランが作って手作りものだとか、まあいろいろそういうこともあったりとか、まあまあこのガズレレのホームページ見ていただくと大体のことわかると思うんですけど、とにかくいろんなことやっております。このウクレレもね、毎月後半にね予約注文とか受け付けて、まずそれもね YouTube でもアナウンスしてますけど、とにかく山盛りガズレレのホームページをご覧になってください。さあ皆さん楽しく音楽やっていきましょう。音楽って聞くのもいいけどやる方がもっと最高。ガズレレ YouTube チャンネルと、最近ではね鍵盤楽器ピアノでもガズレレのやり方でやったらものすごく面白いよっていうね、ガズピアノという、YouTube チャンネルも始めてます。こっちもめちゃくちゃ簡単でめっちゃ面白いんで、これもねガズピアノぜひ、探してみてください。楽しく音楽やろう。それじゃあ皆さん、さよなら。